人類が誕生してから約30万年余り、その長い歴史の中で人々は世界の始まりや気候、天候、災害など身の回りの不思議な事象についての原因解明に努めてきました。その中で人々の信仰の対象として考えられるようになった神という存在。神は世界各地の神話の中で名を残し、今まで崇めたて祀られてきました。しかしそんな神の世界の中でも能力に応じて位が存在し、中でもその頂点に立つ神は最高神と呼ばれています。今回はそんな神の頂点に君臨する最高神を、それぞれが持つ不思議な能力と合わせて5選を紹介します。オリュンポス十二神の頂点に君臨する全知全能の神ゼウス。一柱目の最高神はギリシャ神話に登場するゼウスです。神話に詳しくない方でも聞き覚えがあるのではないでしょうか。ゼウスは全宇宙や天候を支配する天空神であるのに加えて、ギリシャ神話に登場する神の中心的存在で、オリュンポス十二神を率いるリーダーでもあります。神を率いる神なんて想像もできませんよね。そんなゼウスは農耕の神クロノスと大地の女神レアーの間に生まれました。成長したゼウスは知恵の女神メーティスを妻としますが、地母神ガイアからゼウスとメーティスの間の女神は父を超えると予言されました。予言を恐れたゼウスはあろうことか妊娠していたメーティスごと飲み込んでしまいました。赤子を食らわば母までとはやることが規格外すぎます。その後ゼウスは激しい頭痛に悩まされることになりました。あまりの痛さに耐えられなくなったゼウスはさらにとんでもない行動に出ます。なんと頭を割り直接原因を調べたのです。するとゼウスの頭からアテーナーという女神が出てきました。アテーナは女神であったためガイアの予言は効力を失いました。さすがに自分の頭を価値割るなんて誰も予言できないですよね。そんなゼウスが持っているのがケラウノスという武器で、世界を一撃で溶解させ全宇宙を焼き尽くすことができるとされています。宇宙を焼き尽くすことができるなんて反則的に強いですね。しかしそんな最強のゼウスでも一度負けた相手がいます。それはギリシャ神話で史上最大にして最強の怪物キュポーンとの戦いです。キュポーンは宇宙規模の大きな体と不死身の能力を持った怪物です。あまりの強さにゼウス以外の神々も恐れをなして動物に姿を変え、エジプトの方へ逃げてしまったと言われています。こうしてゼウスとキュポーンの壮絶な一騎打ちが始まります。この決戦は宇宙で繰り広げられ、戦いの影響で全秩序は混沌と化し、全宇宙は焼き尽くされて崩壊したといいます。宇宙が崩壊するほど激しい戦いなんて想像もできませんね。さて初戦の勝敗ですが、ゼウスの武器がキュポーンに奪われてしまい敗北してしまいます。敗れたゼウスはコーリュキオンと呼ばれる洞窟に封印されてしまいました。これがゼウスの最初で最後の敗北です。しかしその後仲間によって助け出されて再びキュポーンに戦いを挑みます。そして見事キュポーンに深手を負わせることに成功します。キュポーンは悪あがきとして山脈をゼウスに投げつけますが、雷帝によって簡単に弾き返され逆に山脈の下敷きになってしまいます。そしてイタリアのシチリア島にあるエトナ火山の下に封印されてしまいます。こうしてゼウスは見事にリベンジを果たすのでした。さてそんなゼウスですが、実は重度の浮気症で愛人が数えきれないほどいます。全知全能の神も情欲には勝てなかったようです。そのため何度も結婚や離婚を繰り返し、最終的には結婚の女神ヘーラーと結ばれます。ヘーラーはゼウスの不貞に対して常に目を光らせ、愛人たちやその子供たちに苛烈な罰を与えていたようです。それにもかかわらずヘーラーの目を盗んで愛人に会っていたというのですから、もうどうしようもありません。ゼウスの浮気症が治らなかったことについては、強力な神々や半神半人を生み出すことで全宇宙や人間界の基盤を整えるためと説明されていますが、都合のいい言い訳にしか聞こえませんね。ただそのような一面がありながらも各分野の神々を統率していたわけですから、彼の持つ統率力と運命までも変える強大な力は本物だったのでしょう。隻眼の知恵の亡者、北欧神話の最高神、戦争都市の神オーディン。二柱目の最高神は北欧神話に登場するオーディンです。オーディンは北欧神話における軍事と知恵の神であり、狼ボルと女巨人ベストラの間に生まれます。オーディンは戦いの神様ですから、
こんな奴に負けるなんてという出来事は、すべてオーディンのせいなのですね。彼の持つ武器はグングニルという勝利をもたらす槍であり、百発百中矢敵を貫いた後は必ず手元に戻るとも言われています。必ず敵に当たる上、投げた後は取りに行かなくていいのですから、非常に使い勝手が良さそうです。さらに彼は世界のすべてが見えると言われる特注品の玉座を有していて、彼の前では誰も嘘をつくことはできないと言われています。彼の膨大な知識とこの玉座が合わさると、もはや無敵ですね。そんなオーディンですが、多くの呼び名を持っており、様々な分野で活躍しました。特に知識を得ることに関しては非常に貪欲であり、目を失うことを代償に魔術を会得したと言われています。また魔術の際に必要な、ルーン文字という文字の秘密を知るために、ユグドラシルという、世界を体現した巨大な木で首を吊った上で、己の武器であるグングニルで自分自身を刺しますが、なんとか一命を取り留めます。死んでしまったら本末転倒な気がしますが、何にせよ、百発百中のグングニルに、一撃必殺の能力がなくて助かりましたね。そんなオーディンの最後ですが、ラグナロクと呼ばれる神々の滅亡の時代に、狼の姿をした怪物、フェンリルに飲み込まれてしまいます。神の最後としてはなんだか合ってない幕切れでした。ただそれでも、多くの犠牲と引き換えにオーディンの得た知識は莫大なものであり、彼は自分の最後を含めた、この世の全ての事象を、実は完璧に理解していたのかもしれませんね。約2700年も続く、天皇家の祖先にして、日本の最高神、天照大神。三柱目の最高神は日本神話に登場する、天照大神です。天照は日本の象徴とされている天皇家の祖先であることが、日本の歴史書である、古事記や日本書紀に記されています。そんな天照は、太陽を司る神でありながら、祭祀を行う古代の巫女を繁栄した神でもあるといいます。欲目にする肖像画でも、巫女のような姿で描かれていますね。彼女の出自については、古事記と日本書紀で書かれ方が異なります。古事記では、創造神、イザナギの左目から生まれたとされ、日本書紀では、同じく創造神のイザナミとの間の子として書かれています。さて、そんなアマテラスですが、絶大な力を持っていたことの証として、このような逸話が残っています。ある時、弟のスサノオの素行が悪く、乱暴ばかりしていたので、不満を持ったアマテラスは天の岩戸という場所に身を隠しました。すると、世界は突然闇に覆われてしまったのです。隠れただけで世界が闇に覆われるなんて、アマテラスの明るさは何ルーメンなのでしょうか。これに困った、知恵の神、重い金が、芸能の神、うずめに相談して、天の岩戸の前で舞を踊らせ、賑やかに騒ぎ立てました。外の様子が気になったアマテラスは少し戸を開けた時に、剛力の神、タジカラを飲み事により外へ連れ出すことができたのです。するとその瞬間、世界は光を取り戻したと言います。この話からも、アマテラスがいかに重要な能力を有しているかわかりますね。それが、機嫌を損ねただけで世界が闇に覆われてしまうほどの、特別な能力を持った日本の最高神、アマテラス大神なのです。死と再生を繰り返す、エジプト神話の最高神、太陽神、ラ。四柱目の最高神はエジプト神話に登場する太陽神、ラーです。古代エジプト人にとっても、太陽は特別な存在でした。そんな太陽を司る神も、もちろん特別で、古代エジプトの王、ファラオは、太陽神ラーの子供で、天空神、ホルスの化身として、神格化されていました。そんなラーは原初の神、ヌンが生み出した創造の神、アトムと集合したことで、ヘリオポリス九柱の中でも、最も重要な存在となりました。そんなラーは強さもずば抜けていて、目から強烈な光を放ち、敵を瞬時に焼き滅ぼすというのです。虫眼鏡で太陽の光を収束させる方法の最上位版といった感じですね。ところで、皆さんはラーはどんな姿をしているかご存知でしょうか。一般的には人の体にハヤブサの頭部をした姿が有名ですよね。しかし実は、日の出は玉おしこがね、つまりフンコロガシの頭で、日中はハヤブサ、夜はお羊と、一日に3回も姿を変えるのです。余談ですが、なぜ朝はフンコロガシの頭部なのかというと、古代エジプトでは、フンコロガシが丸めた獣草を転がしながら運ぶ姿が、太陽の運行を象徴すると考えられたためと言われています。さらに、
その糞の玉から産みつけた卵がかえって生命が出てくることから、自分自身を創造する太陽神を象徴するものと考えられていました。そしてこの変身にもラーが太陽神と呼ばれるゆえんがあります。日の出は玉をしこがねの頭の神ケプリとして誕生し、日中はハヤブサとなって世界中を照らします。夜はお羊の姿で冥界を通り抜け、朝には再びケプリに戻ると言われています。つまり太陽の日の出と日没、生命の生と死とが結びついているんですね。そんな強力な能力を持ったラーですが、親バカな一面が垣間見える話があります。ラーの子供で大気の神シュート湿気の女神テフヌトがある日旅から帰ってこない時がありました。そのことをとても心配していたラーは、ようやく二人が帰ってきた時に涙を流したと言われています。そしてラーが流した涙から最初の人間が生まれたというのです。涙を流していなかったら人間が生まれなかったなんて、ラーが親バカでよかったですね。それが様々な神と集合することで最高神として君臨することになった太陽神ラーなのです。三神一体の神、インド神話の最高神ブラフマ、シバ、ビシヌ。最後にご紹介する最高神はインド神話に登場するブラフマ、シバ、そしてビシュヌの三柱です。なぜ三柱なのかというと、インドの多様性が関係しています。インドは世界でもトップクラスに人口が多い国であり、多くがヒンドゥー教徒です。ヒンドゥー教もいろいろな宗派に分かれていて、信仰する宗派や時代によってどの神を最高神とするかが変わってくるのです。まずブラフマーは宇宙の創設神だと考えられています。偶像上では四方を向いた4つの顔を持つ神で描かれ、聖典の中で称えられています。ただ現在ヒンドゥー教ではブラフマーは人気のある神格とは言えず、他の二柱と比べても重要性は低いとされています。その理由として、宇宙の創設者という非常に抽象的な概念でしか伝わっておらず、他の神と複合して奉られていることが多いため、影響力が小さいとされています。影響力が弱まったブラフマーに代わって台頭したのがシバとビシヌです。シバはヒンドゥー教シバ派において最高神とされています。シバは世界の創造、一、破壊を司り世界に終焉をもたらす存在とされていて、神話では慈悲深い様を示す描写がある一方で、対照的に恐ろしい性質を見せるエピソードも多く語られています。人情味のあるヤクザというイメージですね。シバのエピソードはそのほとんどが破壊神としての側面で描かれています。具体的には敵対種族のアスラ神族が建設した堅牢な三宮越トリプラを一本の矢で破壊したというものや、苦行により神々に負けないという最強の能力を手に入れた羅刹王ラーバナをボコボコにして山の下敷きにして放置したと言われています。はっきり言って強すぎます。極めつけは同じ最高神のブラフマーの顔を一つ切り落として四つの顔にしたのもシバの仕業だと言われています。レベルの違うけじめのつけ方ですね。そんなシバの武器はトリシューラという槍とダマルという太鼓です。この武器を駆使して破壊の神として名前を挙げていきました。シバはこの世の終焉が近づくと全てを破壊して新たな世界を作り直すとされています。シバを最高神とするシバ派はインドだけではなくネパールやスリランカでも多く信仰されていることから、最高神にふさわしい影響力を持っていることがわかりますね。最後に紹介するビシュヌは維持の神で、インド神話においてはブラフマーやシバよりも強いとされています。あれだけヤバいシバよりも強いなんて、どれほどの力を持っているのでしょうか。一説にはビシュヌのへそからブラフマーが生まれ、ビシュヌの額からシバが生まれたと言われているのです。最高神二柱が体の一部から生まれたなんて、確かに規格外の強さをしてそうですよね。そんなビシュヌのエピソードも規格外で、散歩で世界を一周できるや、世界ができてから終わるまでの時間はビシュヌにとっては瞬き1回分の時間と等しいなど、もはや小学生みたいなノリの話がたくさん伝えられています。そしてビシュヌはアバターラという力を持っていて、実体がないと考えられているビシュヌはこの能力を使って破滅や滅亡に進む世界や人々を救う救世主として地上に降り立つことができると言われています。ビシュヌがアバターラを使って登場する物語としてマハーバーラタやラーマーヤナといった心躍るような英雄譚は多くの人々を魅了し続けています。余談ですが、オンラインゲームなどで自分の分身となるキャラクターをアバター
説いることがありますが、これはアバターらが語源も言われています。インド神話とはあまり関係がない私たちが使う言葉の中にも浸透するほどビシュヌに影響力があったということを実感できますね。いかがだったでしょうか。さまざまな神話の中で語られている最高神たちは多種多様な能力を持っていましたが、全員がその地位にふさわしい力や素質を備えていたと思います。神々の時代から伝わる伝承は今も受け継がれていて、漫画やアニメ、ゲームなどの現代の文化にも反映されています。数千年経過した今でも最高神たちは私たちを魅了し続けているのです。今回は神の中でも最高の地位を持つ最高神を5選紹介しました。他にもリクエストなどございましたら、ぜひコメントで教えてください。それでは次回も別の神話、伝説の世界へと皆さんをお連れします。